皆さんどうも、マキエです。今回はね、今イベントが横取りイベントということで、やっぱりみんな気になるのがさ、横取りチケットは今イベント無課金で何枚入手できるんだろうってね、気になってる人多いと思うので、それについてね、紹介していこうかなと。で、多分ね、まあタイトルはサムネにね、なってると思うんだけど、もう先に言っちゃうと今回ね、まさかの横取りチケットね、減っちゃいました、入手枚数がね。てか少し前も減ったりした気がするのに、もう増えたりもちょっとあったかはあんま覚えてないけど、でも減ったりはよくあることで、まあまた今回ね、解約が入ったってことで、まあ確かさ、ここ最近で言うと9枚、まあ8枚かな、そんぐらいだったと思うから、それよりはね、もうちなみに減ってます。じゃあ早速ね、どんぐらいね、入手できるか、てかどこで入手できるかもね、話していくんだけど、まずは一番ね、みんな知ってるであろう、おなじみのワイポイント交換だよね。ここで、3枚かな、いつも通り交換できるね。ここはさすがに変わってない。うん。これが1枚とかしか交換できなかったらさすがにやばいんだけど、これはいつも通り3枚で。で、次に、ログボだよね。これもいつも通り、明日まずイベント2日目と、9日目かな。ここで入手できるって感じなんだけど、まあ、正直俺個人的にはね、2日目のチケットはありがたいけど、9日目って、まあ、結構もうイベント、通して、後半に入ってるから、攻略終わったって人もいるからさ、まあ、なんだろう、イベントね、15日かけてしっかりやるって人はね、いいんだけど、俺みたいに早くやりたいって人はさ、横取りとかね、あんまりこれ意味ないって感じてる。まあ、とりあえず一応ここで2枚手に入って合計今5枚で、でラストがミッションじゃん、いつも。ミッションが今回ね、入手枚数減ってて、マジかよってなった人もいると思うんだけど、まず星集めで、そうだね、ここの上級1枚、で、中級でも確か1枚手に入ったかな。うん、中級1枚だね。ここで2枚から。昔は確かにね、初級でも手に入ったんだけど、これも解約で入手できなくなっちゃったんだよね。で、これで今、さらにミッションで2枚で7枚じゃないですか。で、いつもだったらさ、さらにあと1、2枚、うん、多分2枚かな。横取りに挑戦じゃないのが勝利しようで2枚とかね、1回とか5回とかでもらえたと思うんだけど、今回はね、見てください。100ポイントみたいな。180ポイントか。うん。ポイントに変えられてて、今回横取りチケットじゃなくなっちゃったのよね。ここがね、今回の減少した、まあ、解約ポイントで、だからね、多分2枚、1枚ぐらい減っちゃってんだよね。いや、これは結構きつくない。うん。まあ、でも逆に1個言うとしたら、まあ一応ね、今回のやっぱ横取りのみんな目当てになるであろう、スキルにだよね、ウルターゼットのプリチの持続効果 24% にできる、まあ最強のスキルにはね、が第6になったから、第7ではないのはいいとしても、どの道結構ね、厳しいというか大変なことはあるから、うん。だからね、さすがに9枚とか入手できたら、ちょっとね、楽になっちゃうっていうのを運営さん考えて減らしてきたんかもしれないんだけど、まあそれはそれでちょっとひどいよね。うん、だから今回は入手枚数が合計7枚が無課金で入手できる基本枚数かな。で、運が良ければ、まあいつも通りね、ワクワクボックスで、これ結構出たよって報告あるんで、まあワンチャン開けるのもありなんじゃないかなと。だから今回7枚で、そうだね。やっぱみんなゴールラインとしては第6。第8は正直きつい。うん、無課金は正直もうほぼ無理だと思う。多分これ追加キャラのスキルにだろうけど、多分無理で。で、第6までね、だったら7枚あればうまく無課金でね、まあ結構な周回は必要だよ。うん、だからね、まあ夏休みとかはもう終わっちゃってるから、結構頑張んないといけないんだけど、まあ無課金でね、第6まで一応ね、行こうと思えば行けるけど、まあ結構大変になると思うから、入手はね、周回たくさんしないといけないし、まあドロップもね、必要になるかなと。うん。またね、時間あったら、第6までのね、どこぐらいまで落ちたら横取りっていいとか、どういう編成がいいとかね、そういうのもね、無課金入手のためにあげようかなと思ってるんで、そういうのもね、見てくれればいいかなと。はい、というわけでね、今回は大丈夫になります。良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。